ジャミング号の機体は、ここも駄目か。しかしジャミングの原因は判明したな。よし、本艦はこれよりジャミング号の起点となるレーダー施設の破壊を行う。ちょっと待ってください。 いくら敵に使われているからって身内の施設ですよ。そう簡単にぶっ壊すのはまずいのでは。敵がこれだけ大規模な行動を起こしてきたのには何か理由があるはずだ。今は一刻も早くそれを知る必要がある。通信長、レーダーの正確な位置情報を入手してくれ。副長、レーダー周辺にはそれなりの敵戦力が配置されているはずだ。対艦戦闘を視野に入れて準備を行え。 各員戦闘配置につけ、前進加速。イージスシステム起動。クロックを追加。イージスシステム起動。クロックを追加。一体前進。一体前進。一体前進。
撤退するつもりですか？ Aegis system起動。
作戦成功。当海域を脱出しましょう。艦長。ついに四波の黒幕が動き出したようだ。もはや一刻の猶予も許されない。四波を食い止め、その黒幕の正体を突き止めなければ。両舷全速。艦長、レーダーに多数の海鋭。すごい、どんどん増えていく。 SIF の反応は？不明艦もありますが、 EU 所属艦艇を多数確認。敵対行動を取るつもりでしょうか。ああ、こんなところで物言いたげに姿を現したのか。まず間違いあるまい、黒幕のご登場だ。艦長、敵艦より通信です。戦地を行く勇敢な戦士諸君。なんだこの大時代な爺さんは。こいつが四ファの雇い主。あの人、テレビで見たことがあります。確か EU 最大のコングロマリットの会長。そろそろこの戦いから手を引きたまえ。君たちの勇気ある行動は称賛に値するが、世界は絶えず一定の流血を求めているものなのだよ。世界連邦など幻想の産物に過ぎ、国家民族という帰属すべきものがあってこそ、血を流してでも守ろうとする人の美徳が生まれる。世界は回帰を求めている。その流れに逆らっても無駄だ。これ以上君たちが進んでも、時の趨勢に変化は与えられんよ。お言葉ですが、我々には任務があります。ここで引くわけには参りません。あなた方が庇護しようとしているジョン・リマ艦隊司令ホイ・ヨンファなる人物は、我が国から軍事機密を強奪した犯罪者です。速やかにお引き渡し願えないでしょうか。王直々の言葉に反するとは。やれやれ、これだから洗練されていない人種は困る。下船の民は目の前のことごとに踊らされるのが関の山。そうか、連中は。艦長、こいつらは欧州の化石。現代に中世の階級社会を蘇らせようとする絶対王政の信奉者たちだ。まさかコングロマリットの中枢にいるとは。
じ。前線に展開していた艦隊が部隊ごとに動き始めました。動いたか。交渉決裂ってわけですか。初めから話し合いで済ませる気などないさ。向こうにもこちらにもな。総員戦闘配置、配艦対空戦闘に備えよ。敵艦隊と我々では戦力差が大きすぎる。機動力を生かして格好撃破に徹するぞ。了解。各員戦闘配置につけ、前進競争。Thank you.
ージシステム起動。作戦成功。当海域を脱出しましょう。このままでは拉致が開かない。一概に連絡を。これからの方策を練る。了解。ご多忙のようだな、宮津艦長。
4羽。なぜこの海戦に。どこにでもおせっかいな人間はいるということだよ。まさか磯風に。そのあたりは想像に任せる。それよりもどうだ、世界の暗部を具現する輩と戦っている感想は人の本質を強く感じるだろう。彼らを見ていると性善説という自己欺瞞、自己暗示の手法が単なる言葉遊びでしかないことがよくわかる。世界の暗部だと。やつめ、雇い主は悪だと抜かしやがった。ああ、ヨンファにとっては奴らも目的達成のために必要な駒でしかないようだな。目的の達成。ヨンファの求めているものは結果じゃなくて行為そのものだよ。目的を達成するための行為、達成されるまで繰り返される行為。欧州の化石どもは連邦化に向かう世界を巻き戻すためにことを起こし、自らの力を誇示するにふさわしい場を創出した。世界中を疑心暗鬼に陥れることで形成される混沌の場だが、そこで誇示される力に目的がなければどうなる。戦場に一切の目的がなく力だけが振るわれ続けたら、それは地獄と同じだ。いや、そうではなく、ヨンファの目的が地獄の喪失にこそあるのだとしたら、欧州の化石どもは始まりに過ぎない。世界中のさまざまな思惑をコントロールすることで、奴は歴史上未だ存在しない純粋な戦争を生もうとしているのではないか。危険だ。この戦争は我々人類が培ってきた文明にとって最大の破壊者になる。止めなければ四話を必ず。第八艦隊の到着を確認しました。少し早いが、おおむね予定通りだな。さて、この後は台本通り踊ってくれるか。大丈夫でしょう。彼は典型的なハリウッド軍人ですから。敵本体と思われる艦隊が行動を開始しました。艦長。時間がない。敵の中枢を一気に叩く。副長、敵の機関を割り出せるか。それはさっきから偉そうに演説垂れ流しにしている奴がいるんで、それかと思いますが。思いますがでは困る。は、作戦指示のためか、他艦よりも無線の発信量が多い艦がおります。こちらが敵機関とみて間違いないかと。分かった。これより本艦は敵機関に対し電撃戦を仕掛ける。なるべく光線を避け、速やかに敵中枢を撃破。その後生じる混乱に乗じて当海域を離脱。ジョン・ゾイン、戦闘配置。
総員戦闘配置、前進突入。Thank you.
ステム起動。緊急回避。成功。塔回帰を脱出しましょう。敵機関の注目を確認。ジョンリマ艦隊の位置は把握しているか。はい、すでに航路も入力済みです。よし、追撃に。艦長、レーダーに新たな隊員多数。
無謀。これじゃ虐殺です。宮津艦長、露払いご苦労。君たちの活躍のおかげで我々は気づかれずに行動することができた。あとは我々に任せたまえ。艦長、第八艦隊が本艦の進路上に展開。このままでは。スタンフォード司令、もうやめてください。指導者を失った今、彼らはすでに烏合の衆です。殲滅する意味はありません。ここまで来て臆したのかね。旧国の英雄も肩なしだな。こういう虫どもは徹底的に叩いておくべきなのだ。後に遺恨を残さぬように。君もおじうえのように気概を持たなくてはいかんな。愚僧というカードがあったとはいえ、単艦で国家に戦いを挑んだような気概よな。それともその名は飾りかね。人は力を持つとなぜここまで傲慢になれるのか。それが借り物の力であったとしても、一瞬後には失われる力であったとしても、人は必ず力に魅了されるものなのか。ならば今私が力を行使することもできる。自分から憎しみの連鎖に連なってはダメ。そこには何もないよ。見つめて、すべての根源を。艦長、艦長。お、すまない。第八艦隊の動きは相変わらず頭を抑えられてます。どうします？いっそのことまとめてやっちまいますか？いや、やめておこう。艦隊機関に EU 艦との戦闘内容を転送、同時に次期作戦への移行案を苦心し、殲滅戦の回避に全力を尽くす。艦長、このまま力ずくで押し通ってしまったら、それこそ彼らと同じになってしまう。我々は我々の信じる正義を貫こう。艦長、君の提案はもっともだ。こんなところで時間を消費しても無駄だな。次のステージへ移るとしよう。まずはこのデータを見てくれたまえ。我々が入手した情報によると、この近辺に敵残存勢力および施設が存在するらしい。我が艦隊は準備が整い次第、これら施設の制圧作戦を開始する予定だ。そこで機関には作戦開始前に現地へと先行し、状況の把握に努めてもらいたい。万が一敵と接触した場合は臨機応変に対処してもらって構わない。ではよろしく頼む。これではただの使いっ走りです。そうだな。しかしこれならかえって都合がいい。副長、データから攻撃能力を有する対象だけを特定することは可能か？それまあ、これだけ詳細なデータですから問題ないですけど、一体何をしようって言うんです？第八艦隊に先行して砲台など攻撃能力を有するもののみ排除する。連中も攻撃能力のない施設まで破壊しないだろう。なるほど、了解しました。総員戦闘配置、前進、競争。
システム起動。Thank you.
戦成功。当海域を脱出しましょう。機関のおかげで速やかに制圧が完了した。ありがとう。日本という国は素晴らしいな。いつまでもいい友人でいたいものだ。厚み王からもたらされた情報は、わずかな時間のうちに世界が変貌してしまった現実を否応なく私に突きつけた。ネットワーク網の寸断、株価の暴落、エネルギー価格の高騰、人種問題の再燃、世界各地で同時多発的に巻き起こった混乱の渦は、世界連邦へ向かう流れの中で静まりつつあった。国家民族のエゴを次々に吹き出させる結果となった。アメリカは国民の不安を解消するためか、今回の勝利を大々的に発表し、 EU への影響力拡大を図っている。 EU はこれに反発しているが、王政復興推進派の残党が未だ内紛の種をまき散らしているため、統一見解を打ち出せずにいる。 AU も自分たちを無視した日米両国の動きに対し不満を隠そうとしない。世界は着々とヨンファの望む方向へと進んでいる。その中を意気揚々と進軍する第八艦隊は、まるで童話に出てくる愚かな王様のようだ。早くこの状況を打破したい。しかし司令部は沈黙を守っている。磯風の行動と日本の意思は無関係であるとでも言うかのように、本国とのつながりを断たれた我々は亡国の船だ。亡国のイージス、30年前、同じ宮津の名を持つ男の口から吐かれた言葉が我々の現状を如実に表している。しかし座してこの状況を見過ごすわけにはいかない。世界は再び争いの時代に立ち返るしかないのか。突きつけられた問いの答えは、我々自身の手で掴み取らなければならない。第8艦隊の先遣隊、チョンリワ艦隊と接触、交戦状態に突入しました。思ったよりも早かったな。船の性能でしょうかね。通常よりも足が速く、そして攻撃力も高い。ずるい船ですよ。それにしても、こりゃ戦いというよりは蹂躙ですね。圧倒的戦力を持って敵を駆逐す。なんとも連中らしい。しかしまずいな、だんだんと戦線が伸びてきている。艦長、レーダーに妙な影が。漁船のようにも見えますが、この形状見覚えがあります。多分ステルス。敵別動隊出現。行動を開始しました。潜伏したステルス艦によって第8艦隊の背後をつく作戦か。通信長、第8艦隊の動きはどうか。未だ進撃を続けています。気がついていないのか。我々が動くのを期待しているか。だが本艦はこれより敵別動隊の迎撃行動に移る。まずは敵の足止めに専念し、
後に長距離射程の兵装による攻撃を行う。準備を怠るな。総員、戦闘配置。